Добре, и така, здравейте и да продължавам с епизод, що по където се не бяхме стигнали. Тъжната история сега очевидно по кратките следят, че като ще е голямо, но ще не е като разбере. Трябва да почвам. あの世との狭間だ。内派の者よ。その目、まさか、じいちゃんも内派の。痛みを感じるということは、まだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか。ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木の葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに流れはしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内派の亡霊、内派マダラだ。マダラ？マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンも今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、リン、俺は生きてる。あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どうや何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたから、どんな夢見てんのか気になっちゃったって。てへえ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。はあ、ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけか、そのデク人形は。
僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの？因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして、自分はずっとおねむか。あ、分かってなかったんだ、マダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だからなんだって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ、今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。たく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。おし、お前らそろそろあれやるぞ。はーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。 よし行くぞ。手加減抜きでやる、覚悟しろよお前ら。よし来い。はっ、それはっ、私のやつはもっと強かったぜ。そんなこと言われてもね、僕らカカシのこと詳しく知らないし。本物どれだ。おお、のこのこ賢いっすね。バッチリ強くなって体に戻る。君も驚くぞ。またリンリン言ってるよ。はっ、それカトンボールキューのことだぞ。はー、はっ、それカトンボールキューのことだ。手合わせをやるたびに思ってたけど、君は戦いの基礎はできてるよね。当然だろ、こっちとらみたか先生に指導してもらって、カカシの手合わせでボロボロにされた身だぞ。あの、かっこ悪い話になってるよ。うっせぇ。本物どれだ。おお、なかなか賢いっすね。昔の俺より強くなってる気がする。実際なってると思うよ。君の半身は特別な細胞で作られてるんだし。の賜物だよ。僕らのこと今度から先生って呼んでもらってもいいっすよ。と、悪いな、俺の先生は後にも先にも湊先生だけだ。と、
ありがとな、お前ら。また少し自信がついたぜ。いい感じだ。前よりもさらに馴染んでる。もう違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ、リン、カカシ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ？ありがとう、くるくる。行くか。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。港先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時に。カカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを、リンを何とか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。雨？違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ？変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。たった一人で仕留めるぞ。Ah!
ばかりだ。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろうな。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ、もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、
まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間お前が打ちはまだらだ。Вау, много опасен епизод излезе. Голяма баня нападена от кръв. Това е малко маняче. Значи тук очевидно е битката, където минат съби също този, Обито. И тук се продължава нататък по историята. Значи това е като малко откъс, да видим за какво стана дума там. Добре, еми добре, почувай направо ще се прехвърлим там даже.前からキュービを引き出し、木の葉を潰す。さあ、出てこい、キュービ。の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生。
今は俺の方が早い。逃がしはしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。あなたが宇治原真奈というのか。さあどうだろうな。受け取るがいい。の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。俺を相手にそれができるとでも思うのか。なぜこの葉を狙う。言うなら気まぐれである。計画でもある。戦争のためでもあり、平和のためでもある。こいつ何だ。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。分かる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。どうした四代目。お前の力はこの程度だ。里が気になるか、それとも子供が気になるか。いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼人二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者。やりようはいくらでもある。キュービー野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木の葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。なるほど。その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、
の世界は。どうでもいいんだよ。本当にオビトなのか？生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内派マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな、鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで？聞こえなかったのか？それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ！そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す！九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。
俺はクズだ。だがお前は木ノ葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえらナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が。触れるところだった。オビト、かつてのお前の意志は今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。オス、オウ。大丈夫なのか。まだらを強い。でもなんとか B のおっちゃんと2人で止めてる。ならさっさとオビトを倒して向こうの仮想に行かなきゃな。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。だが所詮借り物の目、敵が離れるのも時間の問題だ。分かってるさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。よっ、一気に行く。距離を取るか。さあ、せっ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 。今度ははっきり分かるぜ。おめえの苦しがる顔がよ。ナルトを守ることが未来につながる。それなら。それが10秒止めるチャンスになる。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ、終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。
んだ。あれはもしかして。ああ、あれか。十尾だ。Направо, голямо ме ли стана, направо почувено съм впечатлен от тази игра, направо съм надъхан да го продължа още и още, ама... Обаче за сега това е епизода и... До скоро виждане, пак ще се чуем.